バッサリカットしていきたいと思います。お客様とディスカッションしながら、お客様の希望の長さというのを決めていきます。決まりましたらバッサリカットしていきます。コームを使わない理由としては、コームを使うとお客様の癖が死んでしまい、コンベックスのカットラインにならなくなるので、より自然な状態で切るためにコームを使っておりません。ちょっと雑なカット法に感じますが、検証した結果これが綺麗に切る方法なんですね。こちらはブラント2セニングというものを使って粗切りをしていきます。こちらはインナーベースのカットになります。ここはイングラコンベックスを使ってカットしていきます。パッツンボブにしたいので、ベースの方が外側に跳ねるようなイメージでカットしていきます。左右の長さを合わせるのにコームを2つ使いながら、イングラのコンベックスでカットしていきます。指で押さえない理由としては、これもお客様の癖が死んでしまうのでコームのみでカットします。こちらはスイングさせながらカットして全体をつなげていきます。毛先に動きを出します。ネープの方の重さを T4 セニングというものを使って取っていきます。こちらはリフトしながら髪をずらしてカットしてつなげていきます。こちらは蓋になります。このような感じに仕上がりました。